4月の15日の朝、おはようございます。今日も世界一昆布が好きやから昆布屋やってます店長の松下幸一郎が皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いができるように頑張ってます。今日も昆布で切る。嫁さんが朝起きると背中が痛いと言います。そこで僕が一言、レッツゴー、せい痛い。そんなことはどうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。この時期、法事ギフトのご注文が増えています。法事ギフトはお任せください。お寿司の醤油代わりに乾燥塩昆布を乗せて食べてみても美味しいです。分厚い乾燥塩昆布を包丁で細かく切り、お寿司によーくなじませて食べます。昆布の旨味と魚の旨味とが混じり合って素晴らしい酒の肴になります。どうかお試しあれ。店長まっちゃん、おみくじもう何枚引いてんの？